はい、こんばんは。こんばんは、ハレリア、アメン。アメン、ハレリア。ハレリア、アメン。ツイキャスをします。はい、ツイキャス。はい、ツイキャスも始めました。こんばんは、ハレリア。2月10日、水曜日の夜の伝道放送です。ハレリア、今日も真理を学びに来ました。今日はニートの日？あ、本当だ。今日、皆さん今日はニートの日です。ニートの日ですね。ニート万歳です、ね、ニート万歳です。今日もイエス様の愛を感じに来ました。まんじゅうさん、今日も聖霊の油を補充しに来ました。この放送を見ていると笑いが止まりません。今日も油注ぎを受けに来ました。今日も笑いに来ました。皆さん、なぜ、笑うか分かりますか？なぜ笑うか分かりますか？それは解放があるからですね。霊的な解放があると笑いたくなってくるんですね。面白いから笑うというよりも、笑いたくなってくる。これがですね、皆さんが笑う理由なんですね。解放があるから笑う。特別面白いこと言ってるわけではないんです。特別笑わせようとしてるわけじゃないんです。解放があるから自然と笑いたくなっちゃう、ね、自然と笑いたくなっちゃうんですね。不思議ですね、不思議です。もうですね、箸がこけても笑う、 箸がこけても笑う。顔が面白い、顔は面白い。解放されたいです、解放されたいです。キューちゃん、街で見かけたら話しかけていいですか？いいですよ、どうぞ話しかけてください。キューちゃんには笑いの神がついています。はい、イエス様は解放の神です。イエス様は解放の神です。自由がある、解放がある、癒しがある。皆さん、油注ぎによって解放されます。油注ぎによってこの自由があります。もっともっと解放されましょう。もっともっと解放されて、もっともっと自由になりましょう。イエス様に近づきたいので来ました。アメン。アメン。私たちはもっともっと癒されなければなりません。もっともっと解放されなければなりません。こんばんは。霊的な笑いを求めてきました。ホーリーラフですね。ホーリーラフ、霊的な笑い、ホーリーラフ。もっともっと解放される必要がありますね。そして真理を学ぶと、真理を学ぶと、もっと解放されます。あ、なるほど、そうなんだ。あ、そうだったのか。真理を知ると、もっともっとですね、この、もっともっと解放されてきますね。もっともっと
笑いたくなってきます。私ももっともっと解放されたいですね。もっともっと自由になりたい。もっともっと癒されたい。もっともっと癒されたいですね。皆さん一緒に歩みましょう。一緒に油すぎを受けて、もっともっと、ね、歩みましょう。はい、パルさんこんばんは。パルさん、僕も早く成熟して、信仰結婚、信仰出産、信仰育児がしたい。アメン。明日の朝、もうツイキャスなんですけど、あ、メラニーさん、久しぶり。メラニーさん、いらしてます。久しぶりです。久しぶりです。明日の朝もツイキャスですが、パウロさんが、一緒にですね、参加してくれます。明日の朝は、パウロさんとツイキャスですね。ツイキャスです。キューちゃんの放送を見ているうちに、霊的に良い行いができるようになった。アメン。面ってないんだからニコ生でやって。そうですね、今日はですね、ニコ生が面ってなので、ツイキャスでやったんですけど、明日はですね、まあ一応木曜日なので、ツイキャスが定期になってるんで、ごめんなさいね。この配信を見てると前向きになれる。この配信を見てると前向きになれる。アメン。アメン。はい、それではですね、今日はですね、京都弁聖書第3弾、京都弁聖書第3弾を用意しておりますので、ちょっと読みたいと思います。ね、はい、行きます。狭い門から入りなはれ、滅びに通じる門は広うて、その道も広々と、人ってそこから入る人がおうおうおうします。せやけど命に通じるもんはなんと狭うて、その道も狭いのや、それを見出す人は少ないんや。偽預言者に気ぃつけよし、彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところへ来はるけど、その内側は貪欲な狼やよってに、あなた方はその身によって彼らを見分けることができるんやで。茨からはブドウは取れへんし、アザミからイチジクは取れへんやろ。全部良い木は良い身を結ぶし、悪い木は良い悪い身を結びもんやんなんや。結ぶものなんや。良い木が悪い身を結ぶことはないし、また悪い木が良い身を結ぶこともでけへん。良い身を結ばない木は、みんな切り倒されて火に投げ込まれるねん。このようにあなた方はその身によって彼らを見分けることができるんやで。私に向かって主を主よという者が皆天の御国に入るわけではのうて、私の天の父の御心を行う者だけが入るんやで。その日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちはあなたのお名前によって予言をし、あなたのお名前によって悪霊を追い出し、あなたのお名前によって奇跡をいろいろ行ったやありませんか、と言うでしょう。その時私はきっ
ぱりと彼らにこう言いましょう。あなた方のことは全然知らん。不法なす者たち、私から離れていきなさい。まあちょっとですね、まあ間違ってると思うんですけど、あ、京都弁は優しく聞こえる。そうですね、京都弁優しく聞こえますよね。全然できてない、もっと練習しなきゃダメはい、それではですね、はい、次はですね、まあタイトルいきましょうかね。タイトルいきましょう。今日のタイトルはですね、びっくりするタイトルですね。今日のタイトルは、あなたも完全になれる。あなたも完全になれる。完全になれるわけないじゃないか。私たちの感覚からすると、人間は不完全で、神様だけが完全で、神様だけが完全で、ね、人間は、完全になれないじゃないかというふうに普通は思います。そんなの無理、ね、完全になるなんて無理。ところが聖書にですね、イエス様が完全になりなさいっていう命令があるんですよ。皆さんそんな命令 あるの知ってますか。本当なんですよ。完全になりなさいっていう命令があるんです。どこかというと、マタイのですね、マタイの5の48なんですね。マタイ5の48。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。ね、イエス様言ってるでしょ。完全になりなさい、ね、天の父が完全のようにあなた方も完全になんなさいって命令があるんですよ。そういうわけで、ぜひ皆さん、完全になることはイエス様の命令なんですね。でも完全にね、なんか無理じゃないかと思うと思うんですが、では皆さん、ね、天国大学テストです。天国大学テスト、はい。イエス様が完全になりなさいというのはどういう意味なのか。難しいですよ、これはね。イエス様が完全になりなさいというのはどういう意味なのか。はい、答えてください。スタート。完全になりなさいという意味はどういう意味か。スタート。難しいですね。神になる。神になる。神の愛を実践しなさいということじゃない。ああ、いい線いってますね。いい線ですよ。霊的勝利者になりなさいという意味。神の愛を理解することです。ああ、いいですね。皆さん、近いですね。近いですよ。はい、近いです。神のように他人を愛する。うん、もうほとんど正解ですね。神のように人を愛する、もうほとんどそれが正解です。敵を愛する。あ、ピンポンです。正解が出ました。敵を愛する、これがですね、皆さん答えなんですね。これが答えです。敵を愛する、これが完全になるということですね。ではですね、なぜ
ね、敵を愛することが完全になることなのかをちょっと説明していきたいと思いますが、はい、ありがとうございました。敵を愛することが完全だという、人間の完全という意味と、イエス様が言ってる完全という意味が違うのですね。人間の完全という定義と、イエス様が言ってる完全という定義が、意味が違います。では、ちょっと説明していきたいと思います。マタイのですね、30、43、5の3、43からちょっと読みましょうね。マタイ5の43から読みます。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だから、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。だいたい皆さん、こう読んで分かりましたよね。イエス様が言ってる完全というのは、天におられるあなた方の父の子供になる。つまり、敵を愛する。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈るということが、そうすることによって、神の子供になれると書いてあるんですね。神の子供。神様がそういうお方だから、神の子供も同じようにする。つまり、自分の敵を愛するという神の愛。神の愛で、生きるということ。神の愛で愛するということこそ、これが天のお父様と同じような生き方。同じような、このあり方。それが、完全なんだよということですね。イエス様が言っている完全っていうのは、神の愛で生きる。神の愛で、歩むということが完全だという。つまり、神の愛が完全と言ったらいいでしょうか。神の愛は、すべての罪を負う。神の愛はすべての罪を負う。つまり、神の愛が完全だから、神の愛で生きるということが完全だということになるんでしょうか。ですから、敵を愛するような生き方。皆さん、他の宗教でですね、敵を愛しなさいっていう話聞いたことないですよね。イスラム教とかですね、仏教で、敵を愛しなさいなんて聞いたことありますか？なんかイスラム教なんか敵を憎めっていうような宗教ですよね。イスラム教だったら敵を殺せみたいな、そういう宗教です。敵を愛しなさいなんていう宗教聞いたことありますか？ないんですよ、ないんです。イエス様だけですよ、皆さん。イエス様だけが敵を愛しなさいという。これが完全なんだ。ね、これが完全なんだということですね。私はよく悪に善、悪に善という言葉を言いますけど、まあ、多くの人は悪に対して悪を悪で報います。ね、世の中は悪に対して悪を報いる。これが世の中の考え方です。しかし、この完全な歩みというのは、
悪に善、悪に善、悪に善っていうのは悪に対して善で、善でこうなんて言うんでしょうか、悪に対して善でこう戦うっていうか対抗するということですね。でローマの12にこういう言葉があるんですね、ローマ12のですね2節にこういう言葉があります。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の石によって自分を変えなさい。つまり何が完全であるのかをわきまえなさいと、ね、ここにも完全という言葉が出てくるんですが、つまり、神の愛をわきまえなさい、神の愛をわきまえなさい、ね、つまり、何が完全であるか、神の愛でこの考える、神の愛にで愛する、これが完全だということですね。そして、17節、ローマ12の17節に、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。多くの人は悪に悪を報いています。皆さん悪に対して 悪で報いてませんか？悪に対して悪を報いてませんか？罵り返したり、脅し返したり、暴言をですね、返したりしてませんか？悪で悪を報いてませんか？21節にこう書いてあります。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。善をもって悪に打ち勝ちなさい。つまり皆さん、いいですか？悪で報いるということは、それは負けているということですね。負けている。私たちが悪を行うならば、それは負けているんです。なぜかというと、悪魔は私たちが悪を行うことを願っているから。私たちが悪を行うと、悪魔に負けることになります。で、私たちが善で、善を行うと、悪に勝つことになります。悪に勝つということは悪魔に勝つということですね。悪に負けてはいけませんというのは悪魔に負けてはいけませんということになると思います。皆さん、信仰というのは悪魔に勝つことです。悪魔に勝つということは、悪に対して善を行うことだということです。敵を愛するというのはまさにそういうことなんだ。敵を愛するというのは悪に対して善を行うことなんだ。そしてその模範が十字架です。十字架というのは、悪に対して善を行っている姿です。人間の罪という悪に対して、人間の罪という悪に対して、イエス様は許すという、その罪を許すという善を行っています。まさに十字架こそ完全な神の愛。十字架こそ完全な神の愛を表しています。私たちはこの十字架を、学んで完全になることができます。皆さん、これが信仰です。これが信仰です。悪意に対して善意、悪意に対して善意。これがですね、私たちが神の子としてのあり方、神の子としてのあり方、悪魔に勝つことなんですね。イエス様は、罪を犯しませんでした。
イエス様は、その悪意ではなく私たちに善意を示してくれました。それが十字架の勝利です。十字架の勝利。皆さん、私たちも、勝利の人生、勝利の人生、それは悪意に対して善意で生きるということです。この間26聖人が、貼り付けになった話をしましたけど、26聖人も貼り付けに会うときに、彼らのしていることは、彼らは何をしているか知らないのです。彼らの罪を許してください。自分を貼り付けにする役人たちをですね、許してくださいと。イエス様もそうおっしゃいましたけど、26聖人もそう言いました。クリスチャンは迫害されます。迫害されてきました。その迫害のたびにクリスチャンは迫害する人を許したんです。皆さん、それが神の子です。それが神の子です。皆さんもそのような生き方を求めましょう。天のお父様が完全なように、私たちも完全になりなさい。それは悪に対して善で報いること、その神の愛で敵を愛すること、敵を呪うのではなく敵を祝福し敵のために祈るような生き方、これがクリスチャンの基本です。これがクリスチャンの基本です。皆さん、これがクリスチャンの基本です。それをしっかり守るならば完全なんです。それが完全なんです。天のお父様が完全なように、私たちも完全に生きることができます。皆さん、分かりましたですか？完全ということが分かりましたか？皆さん、それは素晴らしい生き方なんです。素晴らしい生き方なんです。あなたも完全になれる。あなたも完全になれる。あなたも完全になれる。悪い人に向かって愛を示す。悪い人に向かって愛を示す。それがクリスチャンの訓練です。そしてそれが神の栄光です。それが神の栄光です。私たちは神の栄光を表すことができるんです。今日も皆さん、神の栄光を、表す一日だったのではないでしょうか。今日も神の愛を実践する一日ではなかったでしょうか。それが私たちの生きる意味です。私たちの生きる意味、今日の朝の放送でやりましたね。私たちは神の栄光を見ることと神の栄光を表すことだと。敵を愛することは神の栄光なんです。敵を愛することは神の栄光です。そして、悪に対して善意で勝つことが神の栄光なんですね。はい、皆さん、それは天において、素晴らしいことなんです。何か私たちが不当な扱いを受けたり、私たちがありもしないことで悪口雑言言われたり、不当な迫害を受けたとき、私たちは忍耐します。その忍耐が価値があることなんです。私たちのそのことに関して手において価値が評価されるのです。はい、はい、皆さん分かったでしょうか。完全という意味が、ね、人間の完全ではなく神の愛を
行うこと、神の愛を行うことが完全だということですね。それは皆さんが理解して、それを理解して実行すればいいわけですね。理解して実行すればいいのです。はい、それではですね、その上行きましょうね。その上、敵を愛する角部、敵を愛する角部、完全な生き方、天のお父様が完全なように、私たちも完全になる生き方、それは敵を愛する生き方、敵を愛する角部、敵を愛する角部。神様を喜ばす生き方、神様が喜ぶ生き方、イエス様は十字架で、その十字架でですね、その苦しみを耐えました、イエス様に対する悪意に対して神の愛でこの示したんですね。そこに、天のお父様が喜ぶその栄光があるんです。クリスチャンが迫害に遭います。クリスチャンの歴史は迫害の歴史と言ってもいいでしょう。その迫害された時にクリスチャンは、敵を愛し、悪に対して善意を示して、そこに神の栄光があるんです。そこに神の栄光があります。クリスチャンは迫害の中で神の栄光を表すのです。迫害の中で神の栄光を表すのです。悪米の中で神の栄光を表すのです。悪米に対して、善で戦って、神の栄光を表すのです。神の栄光を表すのです。はい、それではですね、明かしタイム行きましょう。明かしタイム、イエス様を信じて敵を愛せるようになった証、敵を許せるようになった証、イエス様を信じて悪意に対して善意で対抗することができるようになった証。スタート。アンチを許し、今日も気分がいいです。ラピスさん。韓国を敵と思わなくなりました。敵は自分の中にいると分かった。イエス様を信じたらネトウヨをやめれた。
イエス様を信じていじめっ子を愛せるようになった。今日も油注ぎが決まって信仰に燃えています。イエス様を信じてから驚くほど韓国が好きになった。敵を愛してみたら重荷を捨てることができました。イエス様を信じて上司を許せた。肌がきれいになった。発達障害が治りました。理不尽なことに我慢するとき、イエス様が見ていてくださると思った。捻挫が治った。人を許したら神の愛が体験できた。正直な気持ちを相手に言えるようになったノーラさん。イエス様を信じたら楽な仕事が回ってきました。とにかく自分の心に悪意を持っては良くないと思った。イエス様は何でもおできになる完全なお方だと確信した。この放送のおかげで無理してまで働くのをやめれた。イエス様は私を苦しみから解放してください。自分の不完全なところに神様が働いてくださると思った。生活の中で見守られていると感じました。キューちゃん、日本の蛮行の真実を教えてくれてありがとう。この放送を見て笑いと体が震えてきた。イエス様は完全なお方で何よりも優しいと思った。サタンは一瞬の快楽、天国は永遠の快楽。体が熱くなってきました。霊に燃えてるんです。霊に燃えてます。とにかく暗い人生だったけど、今はとにかく明るい人生になった。今朝の綺麗な配信を見て町田に住みたいと思った。今日のね、パノラマでした。
自分が許されたように人にも寛容になろうと思った。隣人愛で韓国も愛します。まんじゅうさん、安保法案は危険だと思った。イエス様にすべてをかけたい。イエス様にすべてをかけたい。韓国と和解ができてイエス様に感謝です。天国なんかそんなの関係ねえと思っていたけど、人生に関係があった。やはり自然は神の恵みだと改めて分かりました。今日は芸術作品見れてよかった。相手が間違っているのではなく、すべて自分が悪いと思うようにした。この放送を見て信仰を忘れないようにするのが日課です。和解が本当にできてよかったよ。奇跡的。自然の美しさに気づくようになりました。神様、キューちゃんを送ってくれてありがとう。キューちゃんの放送を見てから転換の発作が起きなくなった。こんな俺も生きていいんだと思った。旧牧師のように敵を愛せるようになったよ。敵を愛せるニートになりたい。この放送を見てからというもの、血圧が安定している。部屋の掃除を毎日するようになった。もうタイヤ泥棒しません。イエス様ありがとう。この教えで毎日癒されているので、僕も誰かを癒したい。敵を愛するコツを教えてください。敵を愛するコツ、許すことですね。許して祈ることです。許して祈りましょう。私も敵を愛せるように信仰で頑張っています。この放送を見て無職の喜びを知ったよ、キューちゃん。こんなに自由な放送を見たことがない。この放送を見るだけで病気が治る。まさに放送病院。放送病院だと思った。
胸を張ってニート業を全うしたいです。ラピスさん、敵は心の中にあるということが分かった。今日の放送を見て悪く目を許せる心の広さを身につけた。心の中のわだかまりが取れました。伝道を続ける救牧師は霊的救急救命士だと思った。夜遊びやめました。中絶の過去は許されました。キリスト者の完全の意味が分かりました。争いをしている人たちにキューちゃん放送を見せてあげたい。ガチでこの放送を見てよかった。もう悩み無用です。嫌いな人が嫌いじゃなくなったノーラさん、もっと悔い改めてもっと許されたいと思った。イエス様ありがとう。ハルさん、日本のリバイバルは確信しました。この伝道は本物の本物なんだと分かった。まず何よりもまず互いに熱心に愛しなさい。愛は多くの罪を負うからです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。はい、ありがとうございました。アメン。アメン。イエス様に愛されてるんだと確信しました。イエス様に愛されています。イエス様に愛されています。イエス様に愛されているんだと確信しました。アメン。アメン。野に咲く花のように人を爽やかにしたい。ヘイトスピーチをやめてすっかりイエス様の弟子です。こんなに熱心に毎日生きたいな。こんなに熱心に毎日生きたいな。皆さんも信仰に燃えて歩むことができます。皆さんも信仰に燃えて歩めますよ。皆さんも信仰に燃えて歩めます。キューちゃんノートがついに50冊目になりました。わお、すごい。室井さん
キューちゃんノートが50冊目。すごいですね。素晴らしい。アマゾンで出版してください。アマゾンで無料で出版できますから、室井さん、アマゾンで出版してください。ずっと Q ちゃんの講義をノートに書いてるんです。参考になっています。アメン。素晴らしい。ぜひそれをAmazon で出版してみんなに分かち合ってください。分かち合ってください。仕事で失敗しました。イエス様は救ってくれますか？救ってくれます。救ってくれます。心配いりません。イエス様に委ねてください。この放送の多くのコメントが人生の薬になると思った。アメン。素晴らしいコメントがたくさんありますよね。なんか皆さんもなんか素晴らしいコメントをですねこうピックアップして進行コメリストを作ってほしいですね。進行コメリストを作ってください。誰か素晴らしい進行コメがたくさんあります。この放送が心の支えになっています。進行コメントの本が出たらみんなが読むと思います。アメン。キリスト教をもっと勉強したくなった。イエス様を信じたら完全になりました。イエス様のように清らかな心を持てるようになりたい。90度ぐらい猫背だったけどピンとまっすぐになった。ニートになって今ではQちゃんのタイムシフトばかり見ています。アメン。アメン。苦しい時こそ神様のけなげな心を知るのです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナルメッセージいきましょうね。勝也さん、猫背直したい。実はね、私昔猫背だったんですね。私は結構猫背だったんですけど、今治りました、ね、猫背治りました。進行で治ったと思いますね、進行で猫背が治りました。ヤギ背じゃないです、猫背ですね。猫背、ヤギ勢なんてあるんですか。猫勢ね。はい、ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージ、イエス様の御心は皆さんが神の子になることですが、それは神様のように神の愛で敵を愛するような
もの、敵を愛するようなもの、悪に対して善意を示す人間、悪に対して善意を示す人間、そのようなあり方、悪意を捨てて、悪意を捨てて善意の心、悪魔は悪意がありますが、神様は善意のお方です。私たち罪人だった時には悪意があったんですね。悪意がありました。しかし今私たちは悪意を捨てました。悪意を捨てること、これが大事なことです。皆さん、罪というのは悪意と思ってもいいでしょう。すべての悪意を捨てなさいという命令があります。私たちは悪意がなくなって、善意を持つときに、善意を持つときに完全になれるわけです。少しずつ部屋の掃除できるようになりました。アメン。悪を許す人間になりたい。悪を許すというよりも、悪い人を許すという感じですね。悪い人を許すことが大事ですね。最後に十字架を見せてください。十字架はまさにその悪に対して善、悪に対して善を表している、敵を愛する愛を表しているのが十字架ですね。十字架、皆さん、私たちはそのような人間になれるのです。そのような、悪意のない人間になれるのです。完全になれるのです。完全になれるのです。それでは皆さん、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、悪意を捨てて神の愛で生きたい人、敵を愛するような生き方をしたい人、キュウちゃんの生放送を見て、今日で1年なんですけど、性格がすごい変わったような気がします。アメン。アメン。悪を捨てて、神の子になりたい人、敵を愛して、敵を愛するような、神の子になりたい人、アメン。イエス様を信じて、イエス様の十字架の血によって、イエス様の十字架の血によって、神の子になりたい人、アメン。アメン。完全な、神様の言う完全な、ね、神様の言う敵を愛せるような完全なものになりたい人、アメン。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 素晴らしいです。このアメンは、神様が喜んでるアメンあられです。アメンが多いと神様喜ばれます。アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。私たちは以前は悪に悪、悪に対して悪で対抗する、悪に負けていたものです。自分で裁いて、自分で裁いて、悪に対して自分も悪意を持つものでした。しかし、イエス様を信じて、悪意を捨てるようになってきました。敵を許し、敵を愛せるようになってきました。今、アメンと言った方々も、そのような神の子になりたいと願っています。どうぞ、彼らから悪意を取り去ってください。十字架の血潮で、悪意を取り去り、善意の人、善意の人、神の人となりますように。天のお父様が完全なように、イエスキリストを信じる人たちが完全となりますように、完全となりますように、一切の悪意を捨てて、一切の悪意を捨てて、清い心、清い心となりますように、清めてください。あなたの血潮によって、リスナーの心を清めてください。十字架によって、リスナーの心を清めてください。清めてください。
清めてください。罪を洗い流してください。イエス様の血潮で罪を